高野一馬は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の騎手。新聞などの表記は、同性の高野博士タスク騎手がいたため、高野輪となっていたが、2011年より、高野博士タスクの現役引退に伴い、高野表記となっている。父と兄が休務員という競馬ファミリーで育つ。2004年3月に、美穂の小宮山悟る級所属騎手としてデビュー。 競馬学校20期生で同期に、藤岡祐介、川田翔宮美、吉田隼と津村明秀らがいる。JRA デビューに先立ち3月2日、高崎競馬第7競争の地方交流競争で4番人気校庭の夢に騎乗し、中立英二、枝照を、内田敏夫ら中央、地方のトップジョッキーも参戦した中で、初騎乗初勝利を果たす。 な子の競争には減量の特典はなく、通常の金量での騎乗だった。同馬は高野が所属する小宮山旧社の管理場であり、競馬場には小宮山自身も臨場、高野の騎乗にあたり、どうせ指示してもその通りに乗れるわけはないんで、特に一取りなどは指示せず、みんなと一緒にしっかり乗ってこいとだけ言って、送り出しました。とコメントを残している。 JRA 初勝利はそれから1ヶ月半後の4月18日、福島 5R 未勝利戦で9番人気ノーザンスターで挙げている。地方競馬で、最先の良いスタートを切った高野であるが、原料騎手としての3年間の平地勝利はわずか3勝と苦戦。3年目の2006年8月20日の新潟 1R 未勝利戦では、後の重賞馬、アルコセリオーラに、 金量 51kg で騎乗し、単勝1.6倍の一番人気に押されたが3着に、敗れている。減量が取れる2006年春からはそれまで、所属していた小部山厩社を離れ、フリーの騎手へと転向。また同時に乗りンを増やすべく障害競争への騎乗を開始し、同年12月に、障害初勝利を記録。以後、障害競争中心の騎乗となっている。 2012年には、ミラクル・オブ・レナで障害オープン初勝利を挙げるなど、自己最多の年間5勝を挙げた。同年4月7日には、小宮山級社所属の精鋭で障害未勝利戦を勝ち、翌週に、連投で、中山グランドジャンプに出走し、ジャギー初起乗を果たした。生徒はその後も20戦以上にわたって、 コンビを組み、2013年の春麗ジャンプステークスで12番人気で1着、2014年の東京ジャンプステークスで13番人気で3着に入っている。デビューから毎年最低1勝は上げていたが、2017年は2着2回が最高で、初めて未勝利に終わった。2020年5月23日、東京 3R で11番人気星雲ソルジャーに、騎乗し3着に入った。 平地で馬券圏内となったのは2008年2月17日のシルキーチーフ以来12年ぶりだった。ありがとうございます。